おーい。おーい。おーい、ひりおさん。おーい。はい、本日は、ステージに絵を描いて遊んでいきたいと思うんですけど、まあ前はなんか、うなちゃんの似顔絵だったり描いたんですが、今日は、せっかくなので、絵しりとりをしていきたいと思います。絵に自信がある方、いますか？絵に自信がある方。この3人。この3人絵に自信がないぞ。落ち込んでる。じゃあ皆さん、自信がないみたいなので、まずは俺から、一つ絵を描くので、それを見て、続き、次のイカちゃんは描いてください。いきますよ。まあね、俺が描きたいのは、あれだね、やっぱ、一番好きなもの。この世で一番好きなものを描こうかなと。まあ、ぶっちゃけ、わかるよね。目が難しいけど、描き終わりました。猫ちゃんを描いてみました。わかったかな？わかってそうだよね。どう？うまいでしょ？意外と。はい、ということで、次のイカちゃんが今の絵を見て、描いてもらいます。はい、さっき猫だったので、ほから始まるものを描かなくては、まあ、俺の絵が下手くそで伝わってないということになりますね。なんだろう、これ。なに？わかった！コマだ、これ、コマ！コマだ！俺、わかった、わかった！はい、ということで、まから始まる言葉ですね。多分、コマだと思います。猫、コマの順番だと思うので。頑張れ。四角いもの。いや、塗りつぶしてるな。ま、あ、わかった。枕じゃね？枕だべ、これ。違うかな？枕っぽくない？四角だし。俺が使ってる枕も四角だし、ま、丸もあるのか、一応。違うな！違う！ごめん、枕じゃない！わかった！これね、マスクだ。てかさ、ひりおさん、まだどっか行って帰ってこないぞ。ずっと止まってるぞ。さあ、次、クですね。きっとクですね。ここまでみんなわか、てか、パブロで描いてるじゃん、一人だけ。難しくね？いけるか？くだぞ。わかんない、もう何描いてんの、これ。ちょっと待って、これ何？これ何？え？これさっきのマスクじゃなかったのかな？なんだろう、これ。ちょっと待って。みんな分かってないぞ。おい、ちょ、待って、みんな分かってないぞ、これなんだ？うわ、消された！消されたぞ！なんだったんだ、あれは。次の人かわいそすぎひん。くから始まる言葉で。次の人無理だろ。分かったのかな？頑張れ。あ、ついに一筆入れたぞ。分かったのか？それとも分からなさすぎて何かを書いているのか？なんだこれは。なんだこれは。アメーバから派生したものではないな。なんだ？アメーバの場。アメーバじゃないのか、もしかして。リンゴか？最後のヒデオさんの番になりました。帰ってきましたね、ヒデオさん。何かを、さっきのを見て何かを書くと思います。ちょっとよくわかんない。なんか虫みたいの書いてね。ああ、わかった！わかった、これ！わかった！わかった！5から始まる虫。わかった！すーごい上手い。これやだ、これやだ。俺これ嫌い嫌い。やだ、ヒレオさん。俺これやだ、やだ。できたんだ。これがゴキブリだ。リンゴ、ゴキブリだ。はい、ということで、今書き終わったんですけども、まあ、まず最初に、俺は猫を描きました。で、猫が最初描かれたので、次、子ですね。コマ描いて、マスク。で、次ね、
あの、次が何書いたかは、俺ね、わかんなかったんですけど、雲。雲だったみたい、雲。で、次の子が何かを書いていました。リンゴだったっぽい。本当にリンゴだったっぽい。だから、雲と、あの、リンゴで、ここで分かれたね、ここで。ここで分岐点だった。で、多分、リンゴを多分、ヒルソン分かったから、5から始まる。多分、虫だよね、あれね。ゴキブリだよ。ゴキブリ。モナちゃんの友達。俺の友達、ゴキブリじゃないわ。空が綺麗。